南蛮貿易が栄えた豊後府内、多くの職人が集い発展した豊後府内の職人たち、演奏を伝えたい日本の心。大分市県徳町、中心街にほど近いこの場所は、戦国時代大友氏主導による南蛮貿易が行われ、西洋文化が花開いた。また当時この地域は豊後府内と呼ばれ、博多や堺と並ぶ日本でも有数の国際貿易都市として栄えた。キリスト教宣教師などの記録によると、大友間を中心に約5000軒もの町屋が立ち並んでいたとも言われている。そんな府内の町には当時さまざまな技術を持った職人が存在し、住民の日常生活を支えていた。国際貿易都市として栄えた豊後府内にはどんな職人が存在し、どのような暮らしをしていたのだろうか。今回は活気に満ちた中世豊後府内の職人たちに迫る。この番組は躍進グループの提供でお送りします。月、伝えたい日本の心、風の章。ドリーム、夢の架け橋、躍進。ただいまより納棺の儀執り行わせていただきます。人生最後の旅立ちのお手伝いいたします。風の章。ハピネス、幸せ時間のお手伝い、躍進。ここは大分市県徳町にある大友府内町跡。ここから豊後府内と呼ばれた当時を物語る多くの遺物が出土した。これら遺物の数々は大分市歴史資料館で見ることができる。現在開催している企画展、中世豊後府内の職人たちでは、七十一番歌合わせや出土遺物などを通して職人たちでにぎわう豊後府内の様子を紹介した。当時の豊後府内について詳しくは歴史資料館の川野さんに聞いた。この小絵図がですね、大友氏の本拠になります豊後府内の様子を描いた地図だと言われております。中心に描かれているのが大友氏の館になります。京都の町をお手本に四角く区画された町並みが作られております。もちろんこの中には職人がたくさん住んでおりまして、都市の繁栄発展、そして、都市に暮らす人々の生活を支えていました。どういった職人が住んでいたかっていうのは、その職人が作った道具、使った道具、作った製品が実際に遺跡から発掘されております。その遺物を見ることによって中世豊後府内に住んでいた職人の様子がわかります。これは当時の職人たちの割合を示した産業別比率のグラフ。青色はものづくりの職人たちを表す第二次産業、オレンジ色は販売、運送をはじめ飲食サービスなどの第三次産業、灰色は物を作って販売する第二次産業と第三次産業を兼ね備えた職人の割合、黄色は農業、漁業、林業等の第一次産業。グラフからもわかるように、ものづくりの職人をはじめさまざまな職人たちが存在した。ここからは実際に出土した遺物と合わせてそれぞれの職人たちを紹介する。まず最初に紹介するのが壁塗りの職人です。現在の左官さんと言ったら分かりやすいかと思います。姿絵に添えられた工場には壁塗りの棟梁が来るので早く下地を仕上げねばというふうに言っております。実際に遺跡から出てくる壁、土を見てみますと竹が格子状に編まれた痕跡が残っております。実際には火事で焼け落ちた壁土なんですが、竹の部分が焼けて凸凹になった状況がわかるかと思います。工場にありますような壁塗りの下地の作業をよく表しているものと言えます。これはサイコロを作る職人、サイスリ。この絵の中で刺しがちへの際も目視候へと謳われている。恋に目を入れ替えた際も取り寄せますよとあり、注文に応じた製造や販売も行ったと考えられている。展示している際は鹿の角で作られたもの。これは鋳物鍋を売る鍋売り。時には壊れた鍋を素材鉄として回収し、鍋の製造にも関わったと言われている。絵の中で欲しい人がいたら言ってください、鍋のつるもかけてあげますよと歌われている。このことから鍋とつるが別売りされていたことがわかる。実際に大友府内町跡からは鍋とつるだけで出土したものがあった。これは刀や釘などの鍛冶製品の刃先や先端を鋭く磨く職人、研ぎである。大友府内町跡からは多くの砥石が出土している。工程や製品に合わせていろいろな種類の石が使われている。これは下駄作りの職人、足田作り。絵の中で目の歪みたるから心地足やと歌われている。目が歪んでいるので納得いかないと下駄の穴開けに失敗した様子がうかがえる。大友府内町跡からはくり抜き式の連馬下駄が出土している。これはさまざまな香料を調合して作る練り香を販売する炊き物売り。そしてこれが薬を販売する薬売り。絵の中で共に竿ばかりと薬袋が描かれていることから量り売りを行っていたことがわかる。大友府内町跡からは剣や金属製の測り皿が出土している。これは医療を行う薬師、医師である。大友府内町跡からは漢方薬を調合する薬研が出土している。車輪のみで出てきたりだとか船型の一部が出たりすることはままあるのですが、こうして車輪と船型部分がセットで出てくるのは非常に珍しい事例と言われています。ご覧いただいたように中世の豊後府内にはさまざまな職人たちがいた。その職人たちの様子を歌った資料に七十一番歌合わせがある。詠み人が、職人になりすまして、二手に分かれて和歌を競い合う歌合わせのものになっております。舞台は当時の京都で働く職人たちの姿が生き生きと描かれております。七十一番職人歌合わせには、印刷物となった版本と手書きで写した写本の2種類がございます。写本につきましては、写本のそのまた写本のそのまた写本みたいな形で歌合わせの移り変わりなんかも分かったりします。中世の職人の姿を描いた七十一番職人歌合わせなのですが、見ていただきたいのがこの七十一番職人歌合わせ。映っているのはお相撲さんと現在の競馬のジョッキー、まさにそのスポーツ選手までも職人として描かれております。こちらの写本の方には引き目売り、漆椀を売っているおばさんが描かれてますし、瓦家作りとか言いながら物作りでありながら瓦家を売る姿が描かれております。こうした状況からですね、七十一番職人歌合わせは、当時の京都都市に住む職人、働いている人全般を描いたものということになります。中世の職人というのはものづくりの職人に限らず広くたくさんの仕事を持っている都市で活動している人々ということになります。歌合わせのテーマは恋と月、中には悲しい失恋の歌があったりだとか、仕事に関する作業の内容、仕事の種類、どんな活動をしていたかというものがその和歌から伺い知ることができます。さらには画中詩に、当時のその工場をですね、売り言葉だったりとかですね、当時の職人のぼやきなんかが書かれていて大変興味深い内容となっています。ここからは七十一番歌合わせで歌われる職人たちを紹介する。まずは曲げ物と呼ばれる容器を作る職人、干物師。ご飯のおひつであったりだとかお弁当箱に今でも使われている曲げわっぱといったら分かりやすいかと思います。この曲げわっぱ、よく見ますとつなぎ目の部分に桜の皮が使われております。とじめと言います。ここで歌われている和歌には人の別れのとじめとこの桜の皮で合わせるとじめを掛け合わせて、人の出会いは別れの始まりであるということで失恋した干物師の様子が歌われています。これは包丁師、現代の料理人である。関連する遺物としましては、包丁がございます。ただこの包丁、料理人が使った包丁かそれとも家庭の包丁かっていうのはこのままでは区別がつきません。ただここで歌われている和歌には失恋した包丁人が刃こぼれした自分の包丁を見てボロボロと涙が出るよって歌っています。実際に出てきた包丁を見てみますと同じように錆びてボロボロになってますね。これは鎧細工、甲冑作りの職人である。姿絵にも描かれているように兜の絵が描かれておりますが、実際に同じような兜が出てきています。筋兜といいまして、鉄板の合わせの目の部分が、筋のように見えることからそのように呼ばれております。ここで歌われている和歌には最近の流行りの出来合いの筋兜は星がなくって月の明るい夜のようだというふうに歌っています。当時のオーダーメイドの兜は星といいまして、鋲がたくさん打っています。実際に出土した遺物っていうのはその星がなくって、筋兜というふうな感じになっております。以上のように七十一番歌合わせから中世の職人たちの様子をうかがい知ることができる。楽天地名、ネットショッピングやプロ野球のチーム名としておなじみの楽天ですが、大分では懐かしい遊園地の名前でもあります。天を楽しみ命を知るゆえに憂えずとは、与えられた境遇の中で楽しみを見出し、自らの使命を知ってそれを果たしていく。たとえ苦しくても憂えたり芯がぶれたりしないという易経の言葉です。仕事においては天職という言葉があるように、迷うことなく自分のすべきことに磨きをかけていく生き方を見つけることは大きな財産です。人生においても生まれた国や時代のように変えようのない宿命と努力を続けることで自ら切り開いていける運命とがあります。どうせなら埋没して流される生き方よりも、たとえわずかでも善行を施し続け、人生を良い方向へと変えていきたいものです。大友氏第22代吉宗が水戸に幽閉中であった文禄4年に、大友家で行われていた年中行事の内容を記した当家年中作法日記。ここからはこの日記に記載されている職人たちを紹介する。当家年中作法日記には番匠および鍛冶という職人が登場します。番匠は現在の大工さん、そして鍛冶は鉄を打ち叩き伸ばして製品を作る職人になります。展示されている資料はこの花形のノコギリといいまして、当時一番最もポピュラーな鍛冶道具であるノコギリとなっております。鍛冶といえば刀を作る職人を思い浮かべることがあると思うんですが、文豪府内で出てくる鍛冶のほとんどは釘、建物を作る時の釘を作る職人であったというふうに考えられています。キリスト教の宣教師の報告書の中には、教会を修理するのに鍛冶が冬ごと炭を持って釘を作りに来たという記述も残っています。おそらく当家年中作法日記に出てくる番匠や鍛冶といった職人は、大友館の建築に関わった職人ではないかと考えられています。匠光圀、職人の詳細は不明と言われている。匠光圀の実態は詳細は不明となっておりますが、この匠という文字から木工職人あるいは金工職人の可能性が考えられています。金粉によって漆製品を装飾する蒔絵師の仕事がよくわかります蛇の目紋付き磁気炉を紹介しています。この金の部分の蛇の目紋を金粉に、金の粉によって装飾している、そうした技術が蒔絵師の技術となります。蒔絵師の他に貝すりという職人も紹介されています。貝すりは貝殻の裏側、ちょうど虹色に光る部分を使って漆製品を装飾する技術だと言われています。これは主光圀、現在の漆職人と考えられている。展示されている遺物は漆の椀になります。当時の和歌の中にはこの漆を塗る作業に見立てまして、ムラがある、村雲の中で月が見えるよっていう状況を、自分が頑張って漆を塗ったんだけれどムラがあるよというムラつきと漆を塗るムラをかけたユニークな歌が歌われています。実際絵の方は漆を生成する作業が、描かれています。この漆はすごい上質の漆が取れたなみたいなことを漆を絞りながら喋っているところになります。これは現代作家による翁面。能の源流になったと考えられている猿楽集は当時職人と言われていた。猿楽、いわゆる中世の芸能者もまた職人でした。大友親方の中ではこの猿楽集によって能が演じられております。能であって能でなしと呼ばれるように、非常に猜疑的な内容でより古風な様式を持った演目だというふうに言われております。その翁が大友館で演じられていた、さらに猿楽集で演じられていたということは大変興味深いことになります。これは瓦家作り、素焼きの焼き物皿を焼いた職人と考えられている。大友氏の館の中ではその年中行事の中、もしくは館で行われた儀式の中でこのような素焼きの皿が使われております。この素焼きの皿は重ねて使用することを基本としております。例えばお正月のお屠蘇のお皿が大中小重なっているように重なって使っております。それでこのようにいろんな種類の大きさがございます。あともう一つ瓦家の使い方で特徴的なのは、一度につき1回限りの使用が基本とされておりまして、1回使ったらもうすぐ捨ててしまうということで、館の中で一番たくさん出てくる遺物というのはこの瓦家ということになります。こうした儀式ははじめ京都の奥家さんや武家の中で執り行われておりました関係で、大友氏はその儀式を導入するにあたって最初京都産のはじきを導入して使っておりました。やがて地元の土器で代わりを作ったのがこの糸切りはじきになります。最終的には京都産のはじきを真似して作ったのが京都系はじきという形になります。より白いのが京都産で、赤っぽいのが地元、ちょっと黄色っぽくってなんとか京都産に近づけたのが京都系はじきということになります。さらにもう一つの違いは重さの違いにあります。京都産が軽く、次に京都系はじきで糸切りはじが一番重たいようになっています。その違いというのは何かというと厚さの違いにあります。京都産はじきはより薄く、より白く、より厚く、より重たい、そういうところが京都系はじき、京都産はじき、糸切りはじきの違いとなっています。ご覧いただいたように、中世の豊後府内は多くの職人たちでにぎわう都市であったことがわかる。大友氏主導の南蛮貿易により繁栄した府内の城下町。職人たちはその活動を求めここに集まり活躍した。現在では当時の面影は書簡や遺物からでしかうかがい知ることはできないが、かつてこの場所が博多や堺と肩を並べる日本有数の国際貿易都市であったこと、そして多くの先人たちが暮らしていたということは、大分で暮らす私たち一人一人が知っておくべきではないだろうか。こうした史実はこれからの街づくりや発展のためにも後世に伝えなければならない。ラブ愛いっぱいのお手伝い、薬師課長風月伝えたい日本の心風の章。ドリーム夢の架け橋、薬師。ただいまより納棺の儀執り行わせていただきます。人生最後の旅立ちのお手伝いいたします。風の章。幸せ時間のお手伝い、薬師。今回は番組をご覧の皆様に南蛮貨ザビエルを抽選で10名の皆様にプレゼントいたします。宛先は風の章本館までふるってご応募ください。